こんばんは、あゆかです。今日はですね、アイハーブ購入品2箱まとめて紹介していきたいと思います。これね、なんで上の蓋開いてるかっていうと、カメラ回ってなかった。途中まで開封してたの。あれ、なんか最近こういうやらかし多い気がする。今回はですね、アイハーブが 20% オフのセールをしていたんですよね。で、いつも私がね、何か買い物した後にセールが始まりがちなんですが、今回はね、バッチリセールのタイミングに乗ることができました。まあ、またすぐね、いろんなカテゴリーでセールとかあると思うので、ぜひね、今回のお買い物内容を参考にしてもらえたらと思います。気になっていたアイテムと、あとは愛用しているサプリのリピートなんかもあります。じゃあこのくだり2回目なんですが、もう1回いきましょう。まず1つ目がハーニー&サンズのペパーミントティーです。この前ね、ヨギティーともう1個のメーカーのペパーミントティー買ったんですが、美味しくってめっちゃハマって、他のメーカーも試したいなってなったんですよね。で、ここのメーカーは、まあ、パリっていうお茶が有名かなと思うんですが、もうめっちゃしっかりペパーミント、これ蓋開けて部屋に置いといたら、こう部屋全体がすごいすっきりした香りになりそうっていうぐらいしっかり香ります。リーフタイプもあると思うんですが、私はこういうサシェタイプにしました。これがね、30個入って購入時の価格が約1700円ですね。まあ、30個も入ってるし、茶葉の量もしっかりあるので、そんなにめっちゃ高いっていう感じではないかなと思います。何よりね、やっぱ缶がおしゃれなので、ギフトとかにもいいかなと思います。ちょっと朝ね、お天気が曇ってたりとか、いまいちだと今から仕事やるぞみたいなエンジンがなかなかかからなかったりするので、そういう時に気分をね、リフレッシュするためにハーブティー飲むことが多いです。はい、そして2つ目はビタミン C のサプリですね。今回はカプセルタイプじゃなくて錠剤のタイプ、久しぶりに買ってみました。こちらも持続型ですね。 1000mg でタブレット90粒、購入時価格1282円です。ビタミン C のサプリをね、飲み切っちゃって、他のマルチビタミンとかいろいろあるんだけど、ちょこちょこ摂取したいので、ビタミン C 単体も購入しました。で、こういう感じになってるので剥がします。失敗した。普通はこれいい感じに剥がれるんですが、そうすると錠剤がこれぐらいのサイズ、まあ大きいんですけど、もっと大きいのもあるので、そんなにめっちゃ大きいって感じではないかなと思います。ただビタミン C 系のサプリは本当にコンスタントにきっちり飲み切らないと、しばらく置いてたりするとちょっと変色とかすることがあるんですよね。まあ、変色して品質がどうなるかわかんないんですけど、やっぱりちょっと見た目的にもあんまりよろしくないので、飲むんだったら一回開封したらね、きちっと定期的に飲んだ方がいいかなと思います。で、3つ目がこれもリピート、夏場はやっぱこれ欠かせないんですよね。めっちゃ大きいんですが、これもサプリです。 3-in-1 カーブブロッカー、これは液体ソフトジェルタイプですね。150粒入りでお値段が約6000円ですね。これはね、炭水化物をがっつり取る前に飲んでおくと、まあ、ちょっとカロリーをカットしてくれるよみたいなアイテムです。まあ、これ飲んだからといって、うわ、なんか今日のラーメンチャラになった感じするなみたいな、そういう実感みたいなのはないんですけど、お守り的になんかいっぱいご飯食べる日なんかは飲むようにしています。で、なんで夏によく飲むかというと、やっぱ夏場ってちょっとね、体型が気になったりとかあるじゃないですか。そういう意味で冬の方が超えるんだけど、夏になるとね、必ず常備するっていう感じです。これはめっちゃでっかいですよ。こんな感じ、ちょっと日本だとなかなか見ないサイズですよね。これはね、私最初竹まりさんの動画で存在知って、こんなのあるんだと思って、そこからねリピートしているんですが、パスタ、パンなど炭水化物が豊富な食品を食べる人のために特別に作られています。健康的な低カロリーの食事と運動プランを組み合わせることで目標に達することを目標としたサプリメントですということで、まあね、これ飲んだからといってそれだけで痩せるわけじゃなくて、ちゃんと運動もしてねっていうのはね、きっちり海外のサイトですけど書かれてますね。これもね、めちゃくちゃ人気商品みたいで、レビュー数だけでも1044件あって、星5つのうち 4.3 ですね。一粒が結構な大きさだけど飲みやすい、わかる、結構大きいけどなんか飲みにくい、喉に詰まるみたいな感じはなくて、割とスルッと飲むことができます。まあ、パスタとかね、ラーメンとかね、うどんとかもやっぱたまには気分よく食べたいじゃないですか。そういう時のお守りですね。はい、そして4つ目、これはね、初めてのアイテムです。ミグラザップマグネシウムロールオンというもので、購入時の価格が1166円でした。マグネシウムというとね、今までフレーク状のものをお風呂に入れてね、使える入浴剤カテゴリーにあるようなものを買ったことあるんですが、これは液状でロールオンタイプ、なんかサイズ感としてはあのベレダのロールオンのオイルくらいのサイズですね。マグネシウムとエッセンシャルオイル、ラベンダー、ペパーミント、カモミール、ここにもペパーミントが
これを配合した携帯用ロールオンスティックで勉強や仕事の間のリラックスタイムに役立ちますということで、これもね星 4.4 ですね。皆さんね、肩こりとか筋肉痛とかですね、そういうのに悩んでいる方が結構良かったっていう風にレビューされています。で、私もやっぱ肩こり多いので、まあ、マグネシウムってね入浴剤でも取り入れてた成分なので、ちょっと試しに使ってみたくなったんですよ。いきます。ロールオンの使い心地としては、まあ普通。ここのボールも金属じゃなくてプラみたいな感じなので、結構動き的には正直、まあなんかチープな感じ。あんまりこう滑らかにするって感じではないんだけど、まあ、触ると、うん、まあさらっとしたオイルかな。で、あ、割とね、スースーする。なんかもっと、なんか徐々に肩軽くなったなとか感じることあっても、なんか塗ったからといってどうこうみたいなアイテムではないのかなと思ったけど、まあこれはマグネシウムじゃなくて、もしかしたらさっき言ってたね、ペパーミントのおかげかもなんですが、今手も塗ってみたんですけど結構スースーします。腱鞘炎じゃないけど結構手だし、左手のこの親指の付け根とか疲れるから、この辺とかにも塗っとこうかな。あー、なんかでも不思議、なんかスーッとしつつ手がね、なんかちょっと軽くなる感じは確かにあるかも。まあそれがね、実際にそのコリをほぐしてくれてるかっていうところまではわかんないけど、やっぱ感覚的に爽快感が得られるっていうのは結構大事かなと思います。なかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあ次2箱目いきます。こっちの方がアイテム数としては多いですね。まず、あ、これも私頼んでた、ヨギティのデトックスティーですね。そうだ、これもね飲み切ったんですけど、私はハーブティーいろいろ常にね置いておくようにしてるんですが、まあここまでハーブティーにハマったのって元をたどればヨギティのデトックスティーのおかげかもしれないですね。まあ、スキンデトックスティーのちょっと甘酸っぱい感じも、これからね夏になってきたらアイスで飲んだら美味しいかもしれないんですけど、お茶代わりにガブガブ飲むってなると、やっぱ私はデトックスティーの方が飽きなくて好きなんですよね。でもその分なんか甘さとかなくてザ・ハーブティーって味が苦手っていう人はちょっとこれ苦手かもしれないけど、でもそこまで癖があるって感じでもないかなと思います。次は、あ、これも久しぶりに買った、結構アイハーブね私が購入しだして初期の頃から買っているアイテムですね。フィジシャンズフォーミュラのリキッドアイライナーです。まだ YouTube やってなくってブロガーだった頃とかの記事とかそういうのにしょっちゅう出てきてたアイテムですね。これが、あー、でも今買うとやっぱ物価上昇そして円安の関係で2000円超えるんだね。昔はもっと安かった気がするんだけど、まあ、ちょっとナチュラル系の海外ブランドですね。これが、わー、なんか久しぶりだな。あ、でもやっぱいい。これなんか花粉で目元荒れた時用と思って買ったんだけど、もう普通に使おう。しっかり発色してくれて液もそんなに透け感ないですし、筆のね腰もあるんですよ。これで処方も優しいってなるとめっちゃいいと思うんですよね。まあ昔はもうちょっとプチプラって感じのポジションだった気もするけど、今そんなにじゃあ安いかって言われたら日本で買うとそうでもないけど、物として好きなのでね、久しぶりにリピートしました。使うの楽しみです。まあちょっとどれからいこっか、なんかちょっとお腹空いたからこれからいこうかな。はい、もうそろそろね、あったかくなってくるとチョコオーダーできなくなりますし、最近ほんと品切れのこと多いんですが、私の大好きなチョコレート久しぶりに買ってみました。もう本当に久しぶりだからここは許してほしい。まあ、自分でね、あのお菓子はしばらく買いません、もらったものしか食べませんって言ってただけなんだけど、ここのねチョコレート、これもういいお値段するんだけど本当に美味しいの。ちなみに現在の価格見てみましょう。ドゥルルルルルルじゃん。あ、でもそんなに思ってたことは高くなかったか。でもチョコレートですね、一箱ですよ、1279円ですね。うん、まあ安くはないけどね。でもこのシリーズ本当に人気だから在庫あったのが結構奇跡的な気がする。あー、いいね、このなんかアメリカンな感じ、みつりちゃんからでっかい、この惜しみないサイズですよ。こんな感じです。はい、いただきます。久しぶりに食べたら泣きそうなくらい美味しい。美味しい、本当に。アイハーブのチョコレートのカテゴリーも、なんか商品の入れ替わり激しいんですよね。いや、大昔は結構チョコレートばっかり買って、もうひたすらチョコレート食べるレビューみたいなのもしたことあるんだけど、なんか現在展開されているチョコレートの中では、私はやっぱここのブランドで、しかもこの中がトリュフみたいになった粒タイプのやつね。これが一番好きですね。ちなみにさ、商品ページ見てたら、USDA オーガニック、フェアトレード承認成分、グルテンフリー認定。まあなんかちょっと体に良さそうというか自然ですよみたいなことを書いてるんですが、目の覚めるような美味しさって書いてて、もうでもその通りだと、もう全然言い過ぎじゃない、目が覚めるぐらい美味しい。いやー、久しぶりに買えてよかったな。
まあ、ちょっとこれがね、この1000いくら。まあまあお値段しますけど、ガバガバ食べようって思わないもん。なんかすごいいいチョコレートって感じするから、一粒ずつ大事に食べたいなっていう感じ。1年ぶりぐらいから買えてよかったです。そして、はい、なんと、さっきのシーソルトとこれ、この2つだけで、在庫があったんですよ。もう他のフレーバーは全てソールドアウトしていたんですが、こちらがオーガニックダークチョコレート。まあ一番プレーンな感じですよね。で、味のことをちょっと美味しいしか言えてなかったけど、シーソルト味は、なんかちょこちょこお塩の粒みたいなのがあって、塩辛すぎず、もう本当にチョコの甘さを少し引き立ててくれる程度の甘さで、それもすごい美味しいんですよ。で、チョコ自体も海外のチョコって言ったらめっちゃ甘そうだけど、そんなに甘すぎないし、日本人が好きな感じの味だと思います。じゃあ、ダークチョコの方もいただきます。もう、パティシエ呼んできてって感じ。美味しい。そして、シーソルトも中のチョコ柔らかかったんだけど、こっちの方が中のチョコの部分が、より滑らかに柔らかく感じましたね。で、これの商品ページもさ、さっき言ってた、このフェアトレードとかグルテンフリーとか書いてるんですけど、次ですよ。至福の贅沢。もうなんか私が言いそうなキーワードだけど、これもまさにそうだと思う。全然言い過ぎなことない。本当に至福の贅沢だなと思って食べれます。わー、これね、ずっと好きで買ってるけど、ブランド名全然見てなかったんですけど、アルターエコさんですね。アルターエコさん。こんな美味しいチョコレートをね、作って、そして日本にまで発送 OK にしてくださって、本当にありがとうございます。歯にチョコついてない？大丈夫？じゃあ次行きましょう。ちょっとね、食べる系も色々買ってるんで、もう一個行こうかな。これ、リピートです。じゃん！こちらのグミですね。これはね、子供も好きなので、こういうちょっとファミリーパックみたいなやつ買いました。これはね、グルテンフリーのグミベアということで、まあ、ちょっと袋を開けると、なんか独特な原料集的なのはするんですが、いろんなフレーバーが入ってて、ストロベリー、チリー、マンゴー、ピーチのミックスが10袋入っています。1300円くらいのお値段ですね。で、一つずつがこういうちっちゃいベア、クマちゃんになってて、これもね、弾力がしっかりあって美味しいの。いただきます。思っていた以上に弾力しっかりある。ハリボーほどではないかもしれないけど、あれくらい結構しっかりした弾力があって、で、アレルギーに配慮した食品、9大アレルギー不使用、天然香料使用、で合成着色料不使用、結構カラフルなんですけど、まあこれは自然の色みたいですね。そして甘味料はオーガニックサトウキビを使用して製造、遺伝子組み換え原料不使用、などなどっていう風に書かれていて、袋がちっちゃいのであんまり見えないかもなんですが、こういう色がね、カラフルについています。もう一個いただきます。これはピーチですね。一袋でカロリーが70キロカロリー。しっかり噛むので、結構普通の果汁グミとか食べるよりはゆっくりのペースになるので、食べ過ぎ防止っていう意味でもいいかなと思います。これ久しぶりに家にあるってなったら多分大半は子供に取られるんじゃないかなっていう気がします。私もグミ大好きだけど、子供ってグミ好きだよね。あ、これ私2箱を、まあ、なんか関税の関係で、まあ、1万6000いくらとか以上は一気に注文ができないんですよね。なのでこの1箱頼んで、まあ、ちゃんとこれが発送されて届いてからもう1箱っていう感じで立て続けにオーダーしたんですが、こっちも頼んでた。はい。さっきね、ロールオンタイプのマグネシウム紹介したんですが、このフレーク状のやつもね、買ってました。なので、まあ、これはお風呂に入れて使うタイプなんですが、ライフフローってものかな？同じブランドですね。なんかマグネシウム屋さんって感じなのかな？ちょっと開けてみます。でも、これも過去にも買ったことある気がするな。そう、フレークがなんかざっくりしてる感じ。こんな感じ。で、こちらはもう入浴剤的にお風呂にザーッと入れて、すぐ溶けてくれるので、そういった使い方をしています。で、これが 748.427g っていう、まあ、多分これ、海外だと単位が違うので、グラム換算すると中途半端なんですけど、その容量で、まあ、1100円くらいですね。お風呂にね、入れてもいいんですけど、フットバスとかで使ってあげると、足の疲れとかがね、取れていいかなと思います。で、レビューを見てると、まあ、体が温まるよとか、たくさん汗かいたよとか、すぐ溶けてくれるよっていう意見が多いみたいですね。はい。そして次は、これもリピートです。年中欠かさず飲んでいるエルシステインのサプリです。これからね、ますます日差しも強くなりますし、エルシステインはやっぱりね、欠かせないかなっていう感じですね。そしてもう一つ、これも、こっちはね、ちょっと必ず飲んでるっていう感じじゃなくって、まあ、リピしたり、しばらく飲まなかったりっていうのもあるんですが、まあ、ここのところはずっと飲んでいるグルタチオンですね。白玉点滴とかで有名なグルタチオンなんですが、これもね、液体タイプ、リプライセルのシリーズとかで飲むと、
っごいまずいので、やっぱこういうカプセルタイプっていうのは非常にありがたいですね。ここ2つもね、肌のために飲んでます。そして、あ、最後ですね、もう1個お茶。これもね、なんか良さそうだったの。そこが中身がパンパンなのかな、ちょっと蓋が開きそうになってますが、ハニーレモンノンカフェインティーバッグ24個入りです。なんかハニーレモン味のハーブティーで、なんかフレーバーがね、美味しそうだなと思って買ったんですが、同じメーカーでね、あとレモンライムとかオレンジスパイスとかピーチアプリコットペパーミントなんかの展開もあるみたいです。他のフレーバーも美味しそうだね。なんかオリジナルみたいなのもあるんだ。私でも蜂蜜好きだし、蜂蜜レモンも好きなので今回これ買ってみたんですけど、普通に美味しいハーブティーだよっていう以外に、こちらはですね、ダイエッターの方に体の中から綺麗にっていう風に書かれてて、そうレビューをね、いろいろ読んでたら、飲むとお腹がすごいすっきりするっていうレビューが多かったんですよ。普通にお茶として美味しそうだし、プラスアルファお腹もすっきりしてくれたらいいかなぐらいの気分で買ったので、ちょっとこれまたね、お初のものなので飲んだらね、感想をシェアしたいと思います。ちょっと開けてみようかな。なんか思ってたのと違う形状で入ってました。こんな感じで中にジップみたいな袋が入ってて、こう開けると、あー確かにね、蜂蜜レモンの香りする。でも甘さはあんまなくてすっきりって感じ。こういう感じのパックですね。なのでまあこれで、まあアイスでもって書いてるんですけど、私あんまり冷たい飲み物は真夏とかじゃないと飲まないので、ホットでね朝いただこうかなと思います。海外のこういうちゃんと密封できるのって珍しい気がします。結構そのままボーンって入ってたりとかするので、ラストはね、お初のハーブティーでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はね、久しぶりのアイハーブ購入品2箱まとめてご紹介しました。皆さん気になったアイテムありますか？新商品なんかも続々と出ています。これ気になってますとかね、これちょっと試してみてほしいですってアイテムあれば、ぜひねコメント欄で教えてください。今回の動画楽しんでいただけた方は高評価、それからデパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録もお願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらも覗いてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。